カフェクルベン島グリーンランドにおけるカフェクルベン島の位置、カフェクルベン島の航空写真。2008年9月29日撮影島を発見した探検家のロバート・ピアリーカフェクルベン島、またはザ・コーヒー・クラブ島はグリーンランド北端沖に位置する小島。地球最北の陸地であると言われている。北緯83度39分45秒成形30度36分50秒。 北緯83.66250度成形30.61389度、83.66250-30.61389、北極点から 713.5km。フレデリック・イー・ハイド・フィヨルドの北、モリス・ジェサップ岬の 37km 東で、ケープ・ブライジマン岬の西、グリーンランド北岸の中央部よりも少し東寄りに位置する。 島の全長は1キロメートルほどである。1900年にアメリカのロバート・ピアリーによって発見されたが、1921年にデンマークのラウゲ国が上陸するまで未踏であった。国はコッペンハーゲンの鉱物博物館にあったコーヒークラブにちなみ島を命名した。1969年にはカナダのチームが島の北端はモリス・ジェサップ岬より7 5 0ル北であると、 推定し、地球最北の陸地とされるようになった。その後、さらに北にもオーダークや83から42等1996などの陸地が見つかった。しかしながら、そういった砂窄からなる、小島の多くは、表彰の侵食作用にさらされており、いずれも長期間存在し続けるものではないため、最北端とみなすかどうか議論の対象となっている。 厳しい環境にかかわらず、カフェクルベンジまでは植物が生息している。仙類や苔類、地衣類に限らず、騎士植物も確認されている。ありがとうございます。